そっちもなんとかなったみたいね。なってないんじゃがのう、実はって、ああ、話は後じゃな。仕方がない。遊びは終わりだ。無知ゆえに、神を冒涜し続ける人間どもに、真の神の力を見せる時だ。機は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は世界、あがめよ、たたえよ、この気高く美しい死にして最強の神ザラスよ。感じるぞ、我が身一つに二つの力が溶け合っていく。無限の強さを高める肉体と不思議な体を心地よい我が身に満ちるこの力、まさにこれこそが正義。何で来た、これだ。はい、何か言いかけてなかった。そっ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 、天皇から呼び出してるぞ。我が王になる力、何ですか。よく聞け、この身で世界を照らす太陽が、そしてこの輝きが正義と知れ、このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の法、宇宙の力なり。この光さすところより消えよう。人間ゼロ計画は今日、残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。何言ってやがった。調子に乗るなよザマス、俺が倒す。バカな人間どもが、さあ大地を貫き全てを笑い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。これだ、何言ってるか全然分かんない。正義の光よ、我を撃て。悪を滅せぬ弱き神は不要なり。お前たちの正体は分かっているぞ。しかしまだ残っていたのだな。お前たちの上司に伝えておけ。ここが片付いたら次は終わりだと。ありゃすまやか、ここを。大変だろうけど、頼んだわよ。
じいさん、力貸してくれ。ホタラだよ、オラたちも合体すんだ。ふざけんな、貴様と合体など二度とごめんだ。オラたち二人が合体して力合わせるぐらいでねえとあいつをぶっ倒すことはできねえ。おめえだって分かってんだろ。くそ、1時間耐えてやる。一人になったからこっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体ベジットだ。さあ決着をつけようぜ。来たわね。コンプレックスの新鮮はもうすぐよ。はずだろう。そう、我は不死身だ。不死身の我に敗北はない。お前を倒し全ての人間を消し去り永遠に汚れることなき世界の夜明けをもたらすのだ。それはどうかな。おめえはもう不死身じゃねえし人間をゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。発災した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間だな。そうだ、それが我が残りだ。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。されば我は孫悟空と一つになることだ。人間の罪と神々の失敗をこの身に引き抜けたのだ。神の務め。ああいうのがこういうんだ。大したもんだよ。まれに見る天才と言ってもいい。